エリック・フェイバーズは、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身のプロバスケットボール選手。NBA のオクラホマシティサンダーに所属している。ポジションはセンター。地元のサウスジョージア高校で、中心選手として活躍し、高校通算で2000.100でリバウンドを記録。大学は、地元のジョージア工科大学に進学し、1年間プレー。 した後に2010年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。2010年の NBA ドラフトではニュージャージーネッツから全体3位という高い評価を受けて入団するも1年目からプロの壁にぶつかり2011年2月にデロン・ウィリアムスとの交換トレードでユタジャズに放出された。ジャズ移籍後は徐々に出場時間が増加。チームの中心選手へ成長し、 2013から14、シーズン開幕前に4年4900万ドルで2014から15、シーズン以降の延長契約を結び自己最高の平均13.3点を記録した。2014年11月1日のフェニックス・サンズ戦で、キャリアハイの32得点を記録。2015年11月12日のマイアミヒート戦では、 自己最多の1試合7ブロックを含む25得点12リバウンドをマーク。同年12月6日のインディアナペーサーズ戦ではキャリアハイを更新する35得点を記録した。2018年3月13日デトロイトピストンズ戦で通算3602個目のリバウンドをマークしメメット、オカーを抜きフランチャイズ歴代10位に浮上した。同年4月11日の ポートランドトレールブレイザーズ戦でジャズ所属の選手としてフランチャイズ史上12人目となる通算500試合出場を達成した。2018年7月6日、ジャズと2年3200万ドルで再契約を結んだ。2019年1月11日のロサンゼルスレイカーズ戦で通算3978個目のリバウンドをマーク、シグレックオスタータグを抜き、 フランチャイズ歴代4位に浮上した。同年3月2日のミルウォーキーバックス戦で、キャリアハイに並ぶ18リバウンドを記録した。2019年7月7日、ドラフト券や金銭を含むトレードによって、ニューオーリンズペリカンズへ移籍した。2020年11月25日、フリーエージェントとして、再び、ジャズと3年2700万ドルの契約を結んだ。 2021年4月8日のトレイルブレイザーズ戦で通算7257得点をマークし、通算得点でメメットオカーを抜き、フランチャイズ歴代10位に浮上した。2021年7月30日、将来の二巡目指名権との引き換えに、オクラホマシティサンダーに移籍した。ありがとうございます。